じちゃん。一体探偵は何の用だ。私は何もしとらんぞ。やれやれ、また厄介そうやのこのおっさん。殺された魚住さんのことなんか知らんか。私は何もやっていない。彼女とは面識もないんだ。信じてくれ。ここの副館長のトリウムさんってどんな人なんです？あいつは頭も切れるし二枚目さ。早見さんに好かれるのもわかる。それに比べて私なんて。魚の家の細川さんってどんな人なんです？そう、あいつはまるで今では異国艦外のリーダー気取りさ。何様のつもりなんだ。サバンナの家の獅子崎さんってどんな人なんです？若いのにしっかりした男さ。あの細川とも互角にやるんだから。あれだけの才覚が私にもあればな。事件について何か心当たりは？あるわけないだろう、そんなもの。だがこれで異国艦外全体がイメージダウンさ。とんだとばっちりだよ。一応確認のためや。アリバイ聞かせてもらおうか。事件が起こった時かね。この部屋で調べ物をしていた。なるほど、ありがとう。殺された魚住さんのことなんか知らんか。私は何もやっていない。彼女とは面識もないんだ。信じてくれ。ここの副館長の鳥海さんってどんな人なんです？あいつは頭も切れるし二枚目さ。早見さんに好かれるのもわかる。それに比べて私なんて。早見？早見玲子と言ってね。アラビア美術館の館長だよ。確かに彼女には私より鳥海の方がお似合いだろう。せやけどこのおっさん、鳥海に対してえらいコンプレックスやな。魚の家の細川さんってどんな人なんです？くそ、あいつはまるで今では異国艦外のリーダー気取りさ。アラビア美術館の早見さんってどんな人なんです？彼女は鳥海のことが好きなんだよ。もっとも彼にしてみれば。いや、いいんだ、そんなことは。なるほど、ありがとう。おい、服部、あそこにいるのは鳥海だぜ。よっしゃ、ほな話聞いてみようか。まあ、誰かと思えば、さっきの君たちか。これは服部平次っちゅう探偵や。で、こいつが江戸川コナン、よろしくね。鳥海さん、ちょっとええかな。いいですよ、僕でわかる範囲のことならね。殺された魚住さんのことなんか知らんか。細川さんとこに新しく来た秘書だよね。知らせを聞いてびっ
ふりしたよ。そうそう、君とぶつかった時ってちょうど魚の家に向かってたんだ。あの時は僕もすっかり慌ててたから悪かったね。魚の家の細川さんってどんな人なんです？みんなは悪く言うけど、あの人は異国間全体のことを考えているんだ。考え方がなかなか理解されないだけなんだよね。渡り鳥の館の鵜飼さんってどんな人なんです？確かに僕の上司ではあるんだけど、少し考え方が古いと思うな。そういう意味では細川さんの方が話の分かる人だよ。サバンナの家の獅子崎さんってどんな人なんです？彼とは友達なんだ。よくお互い相談し合ってるよ。アラビア美術館の早見さんってどんな人なんです？綺麗な人だよね。僕も確かに好きだけど、鵜飼さん、僕たちを変に誤解しちゃって困ってるんだよな。まあ、ならよくある話やな。事件について何か心当たりは？本当に何も知らないんだ。突然聞いたからびっくりしたよ。一応確認のためや。アリバイ聞かせてもらおうか。ここでずっと鳩の世話をしてたよ。それでいいかな。さっきの鳩、あれレース用なんです？ああ、今朝はずっと飛んでてね。さっき戻ってきたところなんだ。これからご褒美に水に溶かした蜂蜜をあげるんだよ。ふーん、疲れた時は甘いもの。人間と同じなんだね。そういうこと。なるほど、ありがとう。ここは別に怪しくないみたいですね。なに、確認や確認。ほな、次行くで。はいはい。ああ、また君たちか。何か聞きたいことでも？アラビア美術館の早見さんってどんな人なんです？プライドの高い人だよ。僕はちょっと苦手なタイプだな。なるほど、ありがとう。これがアラビア美術館かいな。なるほど、それっぽい建物やな。ちょっとええかな。うん。何よあなたたち。ごめんなさいお姉ちゃん。僕は江戸川コナン。それからこの人は探偵の平次兄ちゃん。あら、お姉さんなんて正直な坊やね。で、探偵さんが一体私に何の用かしら。殺された魚住さんのことなんか知らんか？私、
殺されるちょっと前に見かけてるのよ。え？魚の家の裏庭でね、ずっと空を見てたの。それだけなんだけどね。鳥海さんってどんな人なんです？どんな人って、かっこいいし頼りになって優しくてやだ、私って何話してるのかしら。魚の家の細川さんってどんな人なんです？そうね、正直あまり好きじゃないわ。そう思ってる人多いはず。渡り鳥の館の鵜飼さんってどんな人なんです？あの人も好きになれないわ。何を考えてるのかもよくわからないし、もしかして今度の事件も、まさかね。サバンナの家の獅子崎さんってどんな人なんです？まだ若いのにあの屋敷を所有してるなんて、よっぽどのお金持ちよね。けど俗に言うお坊ちゃんタイプじゃないのが気にかかるわ。魚の家の細川さんってどんな人なんです？そうね、正直あまり好きじゃないわ。そう思ってる人多いはず。あの人と気が合うのって猪木さんくらいじゃないかしら。猪木さんというと？うん、イノシシの館の館長さんよ。事件について何か心当たりは？あったらちゃんと警察に言ってるわよ。早く解決してもらわないとこっちも困るんですからね。一応確認のためや、アリバイ聞かせてもらおうか。ここにある美術品のチェックをしてたわ。お客様もいたからちゃんと裏付けはあるわよ。なるほど、ありがとう。鳥海さんってどんな人なんです？どんな人って、かっこいいし頼りになって優しくてやだ、私ったら何話してるのかしら。イノシシの館の猪木さんってどんな人なんです？あの人いつも細川には頭が上がらないみたいよ。ああいう人って切れるとかえって怖いのよね。さすがに美術館や、周りにあるのは高そうなもんばっかりやで。それに何やけえ香りがするけど、ああお香を焚いてんねやな。なるほど、ありがとう。ここは別に怪しくないみたいだぜ。なに、確認や確認。ほな次行くで。はいはい。これがイノシシの館やな。よっしゃ行こうか。
ちょっとええかな。ああ、誰やお前は。怪しいもんちゃうで。俺は服部平次、探偵や。